めっちゃなんか後ろからどつかれたんやけど。あ、落ちた。よし、じゃあ行ってきます。はいっと、はいっと。あれ、もうこれ外もうこれ外なんや。どの辺かな。ルーラ的なものはないんか。マップ調べんとできん感じ。戦闘中は使えないだと。使えろよ。あ、カチコチくるみ、まるで石のように硬いくるみ。あ、これは料理ね。あ、間違えた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 って。さあどこかな。まだ遠そうだ。こっち。じゃあ行きますか。これなんかさ、一回お宝コンパス使ったらしばらくの間ずっと走り寄っても出といてくれたらいいのね。一回一回消えるの面倒。お、レベルが上がったぞ。誰かの誰かわからんけど、どんよりまし。あ、ここ入れそう。え、よいしょー。だからお宝っと。磁場弾、敵単体に地属性の小ダメージを与える弾。ここではないんやな。いいよ。お、日輪の花、太陽に向かい育つとても大きな花。料理の作成などに必要な素材。ほうほう。さあどこかな。まだ遠そうだ。こっちの方向か。ね、なんかさ、キラーパンサーみたいな速い動物、速いモンスターに乗れたりせん。何？トレジャーに近づくと、隠されたお宝の近くに来ると仲間が宝箱マークで教えてくれるぞ。さらに近づくと派手な宝箱マークに。お宝コンパスで詳しい場所を確かめてみよう。へえ。この辺なの？お宝コンパスで詳しい場所。近いか？こっち。近くにありそうだ。牧場ソルト、味付けの基本、塩の調味料。これも料理ね。んで、どこですか？漬物石、漬物作りに最適、大きくて重い石。おお、玉の作成ね。お、あら、すぐ近くにお宝がありそうね。もう一回お宝コンパスを使ってみましょう。お宝のすぐ近くだとコンパスは役立たずだから、仲間たちのビジョンで正確な場所を探すのよ。すぐ近く。お宝コンパスを使えって言ったよね。なるほど、こんな感じになるんや。あ、お宝コンパスを使ったら仲間のビジョン見れるんや、近くに来たら。で、なんかそれぞれあるけど、なんでドラキュンのビジョン白黒なん？コウモリは白黒に見えるってこと？ちょっとよくわからんけど、これ全員同じ場所を指し示すとんよね。なんか岩と草がある。え、どれだ、この辺。いや違うな。やめてやめて、来ないで来ないで。え、どこだ、どれだ、どの岩だ、この辺か。これ場所変えたらちゃんと見える方向も変わってくるんかな。シャッキリレタス、歯応え抜群シャキッとレタス。これも料理。どの辺だ。えい、ジャンプ。あ、ここ。はあ、あった。なるほどね。ふう。イエーイ。これブラッドコーツ。列車の動原力となる赤い結晶、駅を復旧するときにいくつか必要となる。やったぜ。いくつかって言うけど、1個で大丈夫な。やったわ。やっぱりあんたにはお宝探しの才能があるみたいね。残りの2つのお願いも終わってるなら、トマソンさんのとこに戻りましょう。戻ろう戻ろう。でも野津さんをまた登るのはちょっと面倒だわね。ルーラルーラ。こ、なんか飛んでいきよる。
あそこに強い風が吹いてるわね。仲間のドラキーを使えば風に乗れるかも。え、すげえ、なんか楽しそう。野津さんの駅に戻りたいときはあの風を利用してみましょうよ。へえー、探索連携滑空。滑空タイプの探索連携を空中で使うと高いところから安全に降りたり風に乗って遠くまで移動したりできるぞ。ああいう風が吹き寄る場所があるんやね。なんかこういうさところを登っていくのめちゃくちゃ大変なんですけど、いいよ。特に新しいモンスターとかはおらんな。ふわふわ小麦、どんよりマッシュ、輝きそう、ふわふわ小麦。痛い痛い、仲間かと思った。敵かーい、やめてよ。めっちゃなんか後ろからどつかれたんやけど。あ、落ちた。落ちた。待って、風どこ、風。あ、ここか。これか、ここの石からか。え、かな。待って。えい、ドラキー。おー、乗ってる乗ってる。あ、でも一応あれなんやね。この、どれぐらいいけるかっていう。まあ今ならいつ落ちても大丈夫な気はするけど、とりあえずこの風の終わりまで。ふう、来た来た。あ、ここから登っていけるんかな。行こうぜ行こうぜ。ふう、あ、もうここ列車のとこやね。とりあえず一旦、あ、やばいね。スラッチ体力回復しとこっか。焚き火がある、ここで休めそうだ。休も休も。少し休むか。よし、行きましょう。いろんなものをゲットしていく。案外早く全部できたね。始まりの島。いや、なんかクエスト3つもあるけんさ、絶対そんな早く終わらんと思った。ただいま。すごいスピード、急ブレーキやね。よし、帰ってきました。んで、本社の駅を直すためあなた方には3つのお願いがあります。お願いします。どの順番でも構わないので、これらをこなしここへ戻ってきてください。お願いします。それで何かご用でしょうか。調子はいかがです。クエストを報告するにはクエストの依頼人に話しかけると受けているクエストが一覧で表示されるぞ。達成条件を満たしたらクエストの依頼人に報告しよう。素材や仲間モンスターなどクエストの条件を満たすものを渡せばクリアだ。依頼人のセリフをヒントに必要なものを探そう。まずは、あ、多く受け付ける仲間に加えんといかんのか。なるほど。まずこれ。おお、魔力の土を集めたんですね。こんなに集めてこれるとは素晴らしい。どうぞ。おお、無表。ありがとうございます。それでは預からせていただきます。お疲れ様でした。じゃ、とりあえず多くを仲間にしてくるわ。それでは残りのご依頼も何卒よろしくお願いします。了解です。あ、マヤ戻ってきとる。やっぱ一緒に列車乗っとったやな。どうも。ご用ですか。本部受付へようこそ。加入希望者を確認されますか。いっぱい来とるはずよ。うわー、めっちゃいっぱい来とる。お仲間の候補です。そしてそれぞれ名前があるのすごいよね。これはさ、5体、16体までしか仲間にはできんってこと。で、そこからは入れ替え制になっていくんかな。少なくね。もっとなんか100体ぐらいさ。それパーティーに入れるのは少ないとしても、まあでも最初のうちは、最初のうちはさ、入れれるやつは全員入れていこうや。かげろえ。さあ、そしてドロンテ、スライムゼル。オッケーオッケー、ちょうど1個。一緒に行こうぜ。かわいい声。
ん。決めましたか？頼りにしてるぜ。おう。ダーク。よし。いいですね。パーティーに入れんといかんのかな。わからん。イングリッド。この子パーティーに入れたい。びっくりマークついてないし、もうのは無理なんかな。条件満たせてない。一緒に行こうぜ。かわいい。えへ。いつも通りね、かわいい子をやっぱりパーティーに入れようという。いいですね。じゃあ、とりあえず、スラッチェン抜いてもらって、このマーク何？なんかリボンがついてるやつ。なんか道具持っとるってことかな。スラッチェとイングリッドを入れ替えます。よし、これでいこう。あ、違う、決定。短足連携、ハイジャンプ、ジャンプタイプの短足連携を使うととても高くジャンプできる。なんで今これ出てきたん。一人では登れないような場所にも登れるようになるぞ。探索連携、ダッシュ。ダッシュタイプの探索連携を使うとモンスターに乗って移動速度がアップ。さらに高いところから落ちてもダメージを受けなくなるぞ。ん？今のイングリッドやっけ？ダッシュタイプってこと？あ、小麦がいるんやね。オッケーオッケー。パーティーには入れんでよかったみたいね、多く。じゃ、これで。あ、なるほどね。一応ここ街にこうやって増えていく感じやね。かわいい。はい、はい、2つ目のお願い。ご用でしょうか。調子はいかがです。オークをトマソンに紹介しよう。間違えた。どうぞ。送り出す。あ、そういう。送り出したモンスターは帰ってきません。本当に送り出してよろしいですか。クーちゃん、いいよ。おや、社員になってくださいそうな方を連れてきてくれたのですね。なんとも頼もしそうな方です。親方さんと呼ばせていただきましょう。え、クーちゃんっていう可愛い名前があるのにそんなごっつい名前になるん。お疲れ様でした。パスカル島にいるオーク。お、ブラドコートをトマソンに渡そう。これも OK でしょう。おお、必要な分のブラドコートを持ってきてくださったのですね。ひょー、ありがとうございます。これで列車の動力を復旧できます。ブラドコーツの復旧作業は私の方で進めておきますね。お疲れ様でした。よし、私は材料集めだけでいいんね。すべてのご依頼を達成していただけたのですね。もうこなしてしまうとは。あなた方は見込み以上に素晴らしい。あとは駅が治るのを待つばかりですが、その間にもう一つお願いがありまして、リューン鉄道カンパニー復活の証としてこの地に鉄道の大旗を掲げたいのです。ああ、もう旗を掲げようとしよる。というのも、乗るものがあっての鉄道、皆さんにカンパニーの復活を知らせなければ。その鉄道の大旗の在りかですが、この島の地下にしまってあるようなのです。ですが、私はこの場を離れるわけにはいかないので、神さんに頼みたいのです。こちらにあります。私についてきてください。めちゃくちゃ止めとった。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかポケモンみたいにさ、まあ、パソコンとかがある世界観じゃないけん、しょうがないんかもしれんけど、でも、もっとモンスタースカウトしたいよね。あれは、増やせるんかな？上限アップみたいなのは、なんかありそうな気は、でも拠点広げんかったら無理よね。復旧してきたらあるんか？